はい、お次にこちら玄関なんですけど、玄関のところね、実はお文具さんを飾っていたんですけれども、そろそろねこちらもミッフィーに変えようかなって思っています。まあ最近ね、まあなんだろう、お文具さん自体は好きなんですけど、なかなかそのグッズっていうものがなかなか増えていっていないので、そうですね、この辺もミッフィー一色にしようかなってちょっと悩んでいます。はい、ってことで始めますか。とりあえずじゃあ一旦撤去だけするか。なんかちょっと寂しいな。お文具さんも結構好きでね、いろんな思い出があるから、なかなかね、だいぶ汚れてるな最近。久しく掃除してなかったから、どうしようか。意外と汚れなかった。でも汚ね、汚いけどだね。今回から何を飾るかというと、実はあのリビングのテーブルに飾ってあるこの一式を持ってきました。ちょっとね、リビングだとホコリかぶりやすくて、でしかもテーブルもよく動いちゃうんで結構ね、ずれちゃうんですよね。なのでここで飾ろうかなって思って持ってきました。ちょっとどんな風に飾ろうかね、なんかいろいろ迷ってる最中なんですけど、であと絵本ノート、ノベルティですね。僕が2枚ダブってるやつを今回持ってきました。はい、一旦こんな感じで、さてどんな風に飾るか。なんか物足りない感あるな。なんかこれをね、どうにかして飾りたい。あ、これ横置けんじゃね？横に置けんな。ここね、空いてるからまだ何か飾れそうだね。ちょっと持ってくるか。実はですね、こんなものも100均で買ってまして、これね、季節完全に秋ですよね。実は11月頃にはもう買ってたんですよ。なんですけど、ちょっと忙しくてね、飾るタイミング逃して、で結果1月になるっていう。ちょっとね、これも飾ろうかな。正直ね、飾れるものあんまりないんですけど、このカップに入れちゃおうかな。なんか気持ちを、今もう1月ですけどね、なんとなく秋な感じをちょっと出してみる感じで、本当に今更ですけど、こんな感じでいかがでしょう。意外と秋っぽい今秋じゃないけど真冬だけど。でこれ後ろに飾って、こういうのありですよね。完全に季節間違えてるけど、まあこれはこれでいいでしょう。ここのもう1キャラとここに何か欲しいよね。そう、さっき取ってこようと思ったのにこれ見つけちゃったから忘れてた。もう一度ちょっと見に行ってきます。見つけたもので唯一使えそうなのは起き上がりこぼしですかね。これセリアに売ってたやつですね。あ、隠れちゃう。しかもあかんやん。ちょっと出なかったか。別のに変えよう。ダメですね。でもせっかくだからこの辺に飾っておこうか。せっかくだから飾っておこう。とりあえずね、もう一つちょっこりさん持ってきました。これはね、ここに飾るとして、でさらに2つのアイテムを持ってきました。まずこれがね、なんだっけ、目印アクセサリーだっけ。はい、だいぶ前に目
手に入れたものなんですけれども、これさ、意外とここも入るんだよね。こういう飾り方もできるっちゃできるし、これ見えますかね、昔バスボールのガチャガチャした時に当てた小さいミーフィーたち。ちょっと小さいかな、大きさ合わないかな。なんとも言えないですね。本当になんとも言えない。ちょっとね、試したいことが一つできました。どうしようかな。豪華だけどカオスだね。ごっちゃごちゃしてる。どうしようかな。さっきの方が落ち着いてたかな。いや、むずいな。よし。すごいな。なんか、すごいっすね。でもとりあえず、一旦こんな感じでいっか。まあ、できればね、もうちょっとボリューム感出したいから上の方まで飾れたらいいなと思うんですけど、まあ、おいおいですね。今は一旦こんな感じで、留めておこうか。またじゃあ気分転換したい時に、ね、もしくは季節の変わり目の時にまた変更したいと思います。今回は一旦じゃあこれで終わろうかな。いい感じにできたんじゃないかな。一旦は、では一旦玄関はこれで終わります。はい、次にテーブルなんですが、もともとこの辺に置いてあった小さいテトラフィビッツ系のものは、まあ、先ほどね動画で映した通り玄関の方で飾ったので、まあ、だいぶすっきりしましたね。まあ、ちょっとねテーブルはねご飯を食べるところの兼用なので、ちょっと物は少なくしようかなって考えて玄関に置いたんですけれども、この辺もね、もうちょっと綺麗に飾そうかなって思います。ただどんな風に飾ろうかな。とりあえず、よいしょ。この子たちはね、ちょっとまた別のところに飾ろうかなって思うので、一旦ここからは撤退させます。ちょっとこの辺すごいホコリ溜まってるから、まず掃除するか。だいぶちょっと寂しくなったけど、今回はもうこれで完成にしちゃいます。大事なもの忘れてた。これどこに置こうかな。すげえ雑だけど、こんな感じでいいでしょ。よし、今回はこれで一旦終わりにしよう。あと他にはあったかな。とりあえずね、この子たちはこの辺に飾っておこうかな。めんどくさいからこれも S 字フック使おう。やっぱ大きいね、この S 字ね。どうしようか。後ろにしたら意外といい感じの吊る下がり方になった。よし。いや、今日休日で朝からずっと整理整頓したり、まあ、100均に出かけてグッズ買ってきたりといろいろしてたんですけど、気づいたらもう夜中の2時になっちゃいましたね。さすがに眠たいのでそろそろ寝ようかな。なんか
整理整頓思ったよりはかどらなくてちょっとつらいなあと思ってた以上にほこりがすごくて掃除も大変だった。続きはまた明日にします。はい、翌日になりました。引き続き整理整頓と掃除とね、あの飾り付け、まあいろいろ並行してやっていってるんですけれども、ちょっとですね、ここの下から2段目のこのソフビの棚、僕前からねこの辺掃除機かけるとねソフビが倒れちゃうんですよね。なのでちょっとソフビの段を一つ上げて、上から2段目ですねにある棚は一番上に、この一番上の棚は3段目っていう形の移動しようかと思います。ってことでめんどくさいですがコツコツやっていきます。よし頑張ろう、めんどくせえ。よしできた。あしんど。じゃあこれで完成ということで、はい、ってことで1日2日に及ぶ整理整頓や飾り付けがとりあえず一段落しました。本当に大変だった。こんな感じでね、だいぶ空きスペース確保できた上に、ちょっとぬいぐるみの置く余裕があるので、まだまだねこれから増えても大丈夫そうですね。猫の棚の上なんて全然まだまだ置けるので、でここもね、まあ、よく見てもらったら分かるんですけど、まだまだ吊るせるんですよね。この手前側だったりとか、この後ろ側だったりとか、だから詰めればまだまだお洗濯物みたいな感じになっちゃってますけど、うん、まあ、こんな感じでどんどん吊るせますし、さらにはね人のスペースもこう空いてるんで、例えばね僕が考えていたのはこのスヤスヤフレンドをもっと集めて下に敷くだったりとかもできますしね、うん、とか明日もね、この中ぐらいのサイズもミッフィーですね。これもあと4個5個。まだまだいけるか。置けるようになりましたし、さらには明日ですね、ゲーセンの SL サイズのグリーン。これもね、置き場所確保できました。あとはまあ、この辺も整理整頓しました。で、一番下のね、絵本と絵本ノートもいっぱいだったんですけれども、半分ぐらい置き場所確保できたので、まあ、ここに今後置いていこうと思っていて、その隣はですねまた絵本の飾るスペースを確保しました。まあ、自分のお気に入りのやつや最新の絵本のノベルティのやつを飾っていこうかなって思っていますね。ただまあ問題はガチャガチャ、これから置きにくくなってくるので、そこの場所はちょっと確保しないといけないかなって感じてはいます。まあ、もしくはねしまっちゃってもいいのかなと思うんですけどね、古いやつは。まあ、そんな感じで全部は全部もう今後は飾れないと思うので、自分が気に入ったものだけを飾っていこうかなって思ったりしてるんですよね。であとなんですけど、よいしょ、ね、地味にねここの洋服扉にねハンガーをかけられるようなものを作って、ミッフィーの服をかけたりとか、あとは実はラックの反対側にも同じラックを買って、ここはね自分の私物スペースを置く場所にしています。まだ空きがあるので、これからここにね自分の私物、ほんとプライベートの私物を置いていこうと思ってるんですけど、今までねちょっとノベルティのショッパーっていうんですか、かけられる場所がなかったので、こういうのもね徐々に徐々にこういうラックにぶら下げていけばいい感じの見た目になるんじゃないかなと思って今回かけました。でですね、次は、まあ、こちらですね、リビングのテーブルを置いてる場所なんですけど、だいぶこの辺もすっきりしましたね、うん、この辺もねちょっと物置き化してます。まだ、ね、100均グッズも片付けられてない状態でいっぱいあるんですよ。いやこの辺もねちょっとまた別の動画か何かでやろうかなと思ってるんですけれども、こんな感じでね、さらにもう3つか3つミッフィーのねグッズを飾れるスペースを確保したので、こんな感じで飾りましたという感じですね。はい、でさらにさらにこの辺ですね、
以前テーブルにいっぱいいろいろ飾ってたと思うんですけれども、玄関の方に飾れるスペースがあったのでそちらに移動しました。なので細かいやつは玄関に移動したんですけど、ちょっと大きめのやつとかまだテーブルに置いているっていう感じになります。はい、地味にねこういうのをグレードアップして飾られてたんですけどはい、で最後はこの玄関前ですね。結構いい感じで飾れたんじゃないかなって個人的には思ってます。でね、まあ、ちょっと動画書いてもこのコマちょいちょい位置を変えていたりとかするので、はい、その変化もねちょっと楽しみに見てもらえればなと思っております。はい、ってことで今回はこんな感じで動画終わろうかな。いや長かった、でもすっごい気持ちいい飾り付けができた。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またね。はい、ってことでね、皆さん整理整頓飾り付け動画いかがだったでしょうか。第1弾からね第3弾まで結構長く頑張ったなーって感じがするんですけれども、ちょっと第3弾だけねだいぶ投稿が遅れてしまって申し訳ありませんでした。その間何やってたかっていうと、画面に映してるものなんですけど、最近ねすごい巷で話題になってるパルワールドっていうゲームですね、今全世界でかなり売れておりまして、でそれをね僕もやってみたくなってちょっと触ったんですけど、すごいハマっちゃって、もう動画手がつけられないぐらいハマってしまいまして、本当に申し訳ないですなのでまあそんな感じでね、ちょっと動画投稿遅れてしまったんですけど、ちょっと最後にねすごいパルワールドのねキャラが可愛くてですね、それをお見せして動画終わりたいなって思ってます。はい、この動画に映ってる子たちなんですけれども、結構ねポケモンに似せたキャラが多いのかな、まあそれで有名になったっていうのもあるんですけど、小動物系がものすごく可愛くて、もう僕に激刺さりしちゃったんですよね。そのせいでこのゲームやめられなくなってるっていうのもあったりします。でね、僕の一番お気に入りキャラはタマコッコって言って、ただの鶏なんですけど、なんかねシンプルすぎて可愛いんですよ。なんかちょっとミッフィーのような可愛らしすぎない、すごい可愛らしさがあるというか、分かってくれる人には分かってもらえると思うんですよもうね卵を産むシーンなんかもめちゃくちゃ可愛いんですよ。あの踏ん張ってる顔からのポンみたいなはいまあそんな感じで近況報告でした。だいぶゲームの方は落ち着いたんでね、またそろそろね、あの取りだめしてる動画をねいっぱい作っていこうかなって思ってますので、今後ともよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。